こんばんは、カツドリです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。フライパンに水、塩、和風だしで、ローストビーフの素を入れて煮るだしを作ります。ここにキャベツと白菜を入れていきます。どれぐらい美味しくできるのかは分かりませんが、残ったローストビーフの素というかタレを無駄にしたくないので、鍋のタレに、タレというか素にしてみました。美味しくなればいいんですけどね。少々まずくてもポン酢とか何かを加えれば美味しくなると思います。味の調節はね、後ですれば大丈夫やと思います。最悪キムチの素をドボッと入れたら辛みで大抵の味は中和できると思います。中身はカイコ豆を茹でた時のお湯も入っているので、もしかしたらちょっと豆臭がするかもしれないですが、豆自体が嫌いじゃないので僕自身は豆臭がしても何の問題もないですね。まずは白菜をちぎって入れました。次キャベツです。もやしとちくわは昨日全部食べたので、今日はキャベツと白菜だけになりますね。ちょっと硬いキャベツですが、炒め煮にする分には十分美味しいと思います。なんならすき焼きみたいにここに砂糖を入れてもいいかもしれませんね。ローストビーフのタレ自体がちょっと甘かったので、砂糖、甘味料が入ってたんやと思います。で、腹を膨らますにはカイコ豆の塩茹でがありますから、何の問題もないと思います。香り的にはすき焼きの香りがしますね。日本酒やお酒やなんかが入っているんだろうと勝手に想像していますが、それほどとんちんかんな推測ではないと思っています。で、蓋に蓋をします。蓋をする前に落としておきましょうか。キャベツと白菜ですね。蓋をして
スイーツ、デザートというかバナナなんですが、バナナをさらに入れます。で、このバナナにスーパーで買ってきた レアチーズケーキを入れます。ちょっと量が多かったかもしれませんが、ずっと楽しみにしてたので、そこのところはご勘弁。汚いですね、バナナとレアチーズケーキ、量が多い、仕方ないですが、この辺はちょっと我慢してもらいます。はい、次に体重です。お、拭いてるな。塩茹でになっているか、それともローストビーフの風味の方が強く出ているか、その辺はちょっと分かりませんが、それなりの、あ、塩茹での方が近いですね。こまめにして体重ですね、問題は。はい、 54.7kg、 54.7kg、 11.7%基礎代謝1298、内臓脂肪レベル3、筋肉量 45.8、 筋肉量スコアマイナス2、骨量 2.5。 はい、確認でもう一度です。54.8、 体脂肪率 11.9%。 はい、サムネイルはバナナレアチーズケーキです。もうちょっと綺麗に体裁整えたらいいんですけどね。まあ男の料理です。サムネイルバナナレアチーズケーキです。で、キャベツ、白菜、焼き煮です。砂糖醤油、砂糖醤油の方がいいな。で、
カイコ豆の塩茹でです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。